こんにちは。パーソナルトレーニングスタジオ名古屋表参道代表の咲です。今回は2週間で垂れ尻から桃尻に変えるエクササイズをやっていきます。お尻だけではなく足も引き締まり、下半身全体が最速で細くなるエクササイズになっていますので、ぜひ動画を見ながら私と一緒に最後までやってみてくださいね。それでは始めます。それでは足を腰幅に開いて準備していきます。背中を伸ばした状態で膝を曲げながら片足ずつかかとを上げていきましょう。お尻を後ろに引くようにして背中を前に倒していきますが、背中が丸まらないようにしっかり伸ばしていきます。左右交互に繰り返していきましょう。余裕がある方はできるだけしっかり膝を曲げていきます。難しい方はゆっくりで大丈夫です。背中をしっかり伸ばして足の付け根を後ろにぐーっと引いていきましょう。いいですね。膝が内側に入らないように気をつけてください。膝とつま先が同じ方向を向くように意識していきましょう。かかとはしっかり上げていきます。呼吸しながらあと少し頑張っていきましょう。はい、OK です。では次は足を少し大きく開いていきます。つま先は斜め45度外に向けていきましょう。はい、では両手を上に伸ばした状態でお辞儀をするように体を前に倒していきます。両手を上に上げるのが、辛いという方は両手は腰のままでも大丈夫です。はい、さあお尻の位置を変えずに足の付け根からお辞儀をするように倒していきます。バランスが後ろに行かないように気をつけていきましょう。背中を伸ばしたまま体を前に倒していきます。はい、では続けていきましょう。さあ今は膝がなるべく曲がらないようにしっかりと伸ばしてできるといいです。前に倒すときに息を吐いていきましょう。吸いながら戻って指先を遠くに引っ張っていきます。この動作も背中を伸ばしたまま行うことが大事です。はい、 OK です。では次足を戻していきましょう。さあでは今度両手胸の前でクロスです。はい、足は腰幅で膝を曲げる動きからです。さあ足を後ろに出したら、戻してもう一度後ろに出します。さあこの動き繰り返しやっていきましょう。この動作も最初と同じで体を前に倒した状態で行っていきます。背中は伸ばしたままですよ。足を後ろに出すときに息を吐いていきましょう。膝を曲げたまま足をしっかり使っていきます。お尻や足を引き締める効果の高いエクササイズです。さあ続けていきましょう。あと少し頑張りますよ。この曲げてる足の方の膝の向きも気をつけてください。膝が内側に入らないように気をつけていきましょう。あと少しです。だんだんお尻に効いてきますね。はい、 OK です。では反対も同じようにやっていきましょう。はい、では反対も準備していきます。後ろに足を出したら両足に戻ります。背中をピーンと伸ばしたまま、イメージは頭からこう後ろの足が一直線になるイメージ。背中をきれいに伸ばした状態でいきましょう。で、女性の方特に結構こう反り腰にこんな感じになってしまう方も多いので、そういう方は逆にお腹を少し持ち上げるようにイメージしていきましょう。お腹をぐーっと背中の方に持ち上げるようなイメージで背中を伸ばしてやっていきます。さああと少しですよ。呼吸できてますか？結構この動きこう地味に立ってる足辛いと思うんですけど、さあしっかり下半身引き締まっていきますので頑張りましょう。あと少しです。ラスト。はい、OK でした。では
このまま足を今度横に開いていきます。両手横で準備していきましょう。じゃあ足を出して片足の膝をぐっと曲げたら、一度戻してから足を横にキックしていきます。さあ繰り返しましょう。さあポイントはこの動作も特に戻った時背中をしっかり伸ばしていきます。そして足はできるだけ高く上げていきましょう。バッチリです。さあその時に体が上げる足と反対の方に傾かないように気をつけていきます。お腹を使っていきましょう。慣れない方もいらっしゃると思うので、足は難しければ低くても大丈夫です。少しずつ高く上げていきましょう。OK、そのまま続けていきます。さあ、あと少しです。OK、よく頑張りました。 OK です。次行きましょう。反対も同じです。では両手横で準備します。さあ片足の膝をしっかり曲げていきますよ。戻ったら足を上げます。足を上げるときにキックするようにしっかり上げていきましょう。まあ、勢いをつけちゃって大丈夫です。ふう、OK。足を上げるときに息を吐いていきます。さあ一瞬短く吐いていきましょう。この調子で続けていきましょう。肩が上がらないように気をつけてくださいね。さあ手がつらい方は胸の前でクロスでも大丈夫ですよ。もう少し。ラストです。 OK です。では足を開いて準備していきましょう。かかとをつけたまま股関節からつま先を少し外に向けていきます。では前で準備します。片足ずつ交互に膝を曲げて左右に移動していきます。この動きも、背中が前に倒れないように保っていきましょう。で、前に背中を倒す動きも、いくつか出てきたと思うんですけど、背中をまっすぐ保つことでよりお腹のインナーマッスルの体幹をしっかり使うことができます。さあ呼吸しながら頑張っていきましょう。左右の骨盤歪まないように同じ高さを保ってきます。その調子です。さあ、あと少し行きますよ。あとちょっと頑張りましょう。はい、 OK です。両手腰で準備していきましょう。さあ最後になりました。頑張りましょう。足を揃えたところからまずは膝を曲げます。背中を前に倒していきましょう。膝を持ち上げたら足を、斜め後ろに出していきましょう。戻ります。戻るときも同じ順番で膝を持ち上げて移動していきます。さあ続けていきましょう。ちょっとこの動きバランスが難しいんですよね。足は低いところから始めても大丈夫です。さあまずは、少しずつバランスに慣れていきましょう。いいですよ。さあ体を前に倒したところからまっすぐに、体を戻すことも忘れないでください。はい、バッチリでした。ではラストになりました。ここまでよく頑張りました。あと1個頑張っていきます。では、膝を曲げた状態で体を前に倒します。膝を持ち上げたら足を外に開きます。斜め後ろに足を置いて戻っていきましょう。OK です。で
バランスに気を取られて姿勢のことを忘れちゃう方もいるかもしれません。さあ背中にピーンとこう板が入っているようなイメージで背中をできるだけ伸ばしてできると効果的です。その方がお尻や足により効いていきます。 OKOK、okay, okay、ゆっくりでいいですよ。さあとにかくそのペースはね自分のペースでいいんですよ。ゆっくりでも大丈夫です。そうこう言ってるうちにあと少しになりました。ふう頑張りましょう。結構だんだん呼吸が息が上がってきますけど、いきます。ラスト、皆さんお疲れ様でした。今回のエクササイズいかがだったでしょうか。トレーニングというとジムに通ってバーベルを使ったりダンベルを使って一生懸命鍛えないといけないというイメージを持たれている方も多いと思うんですが、実はそんなにハードな運動をしなくても体の使い方を気をつけるだけで体は美しく変わっていきます。辛いハードな運動は確かに早く痩せることはできるかもしれませんが、なかなか長く続けていくことって難しい方が多いと思うんですよね。楽しみながら細く長く続けていくことがダイエット成功の近道だと私は思っています。そういったことから私のチャンネルでは辛くなくできて楽しみながら引き締まった綺麗な体が手に入るエクササイズや食事方法をバレエの知識とパーソナルトレーナーの知識から配信しています。まだチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録をお待ちしています。公式 LINE では自分に合うダイエット方法がわかるダイエット診断をなんと無料で受けていただけます。自分に合う食事と運動の解説動画も届きますので、気になった方はまずはお友達追加して受けてみてください。私が運営するパーソナルトレーニングスタジオプリマについて知りたい方は概要欄のホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。